ホットモットフィールド神戸です。高校チーム対先行チーム10回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はルーキーの、先行チームの先発は右の以上の両先発、まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッター背番号30第9、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、またも空振り、これで追い込みました。第3球はアウトコース低め、空振り三振、見事なピッチングです。背番号12第1球投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球投げた、このボールも空振り、タイミング合いません。追い込んで投げた、打ちました、フラフラっと上がった、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。次のバッターは第1球投げました、ボールわずかに外れました。さあ次の投球投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた、レフト見上げた、ホームラン、第17号先制ホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、先行チーム先制、1対0、チームメートが迎えます。バッターは指名打者背番号13第9投げました、ストライク、初球空振りから投げました、これも空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げました、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、高校チーム先制点を奪われています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9投げた、ボール、まずは低め。第2球投げた、外角球空振り。第3球を投げた、アウトサイドストライク、タイミング合いません。投球これから4球目、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、低め、外れてボール、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目投げた、カットボール、外れた、フォアボール、先頭バッターしっかりと見極めました。第1球投げました、外角低めいっぱいストライク、伸びのあるストレート、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、低めストライク。第4球を投げました、ボール、大きく外れました、カウントはツーボールツーストライク、空振り三振、バットアウト。バッターは第1球投げました、カットボールはボール、ここはよく選びました。さあ次の投球投げました、2球目ストライク、投球は3球目投げた、打ちました、右中間へのフライですが取りました、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはまずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げた、初球外れても完全なボール球。第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、今拾った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。今日はまずまずの立ち上がりです。1回が終了しまして1対0、先行チーム1点リードは変わりません。2回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッター第9変化球ストライク、アウトローへ、少し迷ったか。第2球投げた、打ちました、いい当たり、抜けた、ボールは中継、
ヒットを放ちました。バッター切り札背番号31第9一塁ランナー出た。二塁送球はどうだ。これは悠々セーフ。盗塁を許します。今シーズン6個目の盗塁を決めています。さあ次の投球、ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた。ツーシーム見送ってストライク。第4球を投げました。高速シュート空振り。タイミング合いません。振り返って二塁牽制球、タッチはセーフ。二塁はセーフ。打った、引っ張った。一、二塁間への当たり、一塁へ送る。華麗にさばいてワンアウト。ワンアウトランナー三塁に変わります。バッターは7番レフト背番号39第9初球カーブボール空振り。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球1つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。空振り三振。バッターは8番セカンド背番号44第9初球外れてボール、これはわずかに外れています。第2球投げました、打ちました。これはショート真正面、ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。ワンアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0、先攻チーム現在1点をリードしています。2回の裏、後攻チーム攻撃に入ります。バッターは第9投げました、インコース高め外れてボール、バッターよく見ました。第2球投げた、打った、抜けた、センターからセカンドへ、ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9投げた、初球を打ちました。センター方向に持っていきましたが掴みました。ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは切り札。第9投げた、初球はカットボール空振り、タイミング合いません。第2球、これもしかし空振り、少し迷ったか。追い込んで第3球を一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、ライジングキャノンボール、ここはよく選びました。平行カウント。さあ5球目、高めボール球打った、ショート右へのゴロ、二塁送球、セカンドのエラーが記録されます。さあチャンスを広げました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、投げた、ドロップはボール、まずアウトコース低め。第2球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、取った、二塁アウト、これはアウト、セーフ。ゲッツーは免れました。バッターは9番、高校チーム一打同点の一塁タッチセーフ。第9投げました、インコース高めストライク。第2球、これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、打ったい当たりだ、センター前クリーンヒット、センターからセカンドへ、二塁はセーフ。高校チーム同点1対1。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、第1打席はフォアボール。第9初球外れてボール、二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げました、2球目空振り。第3球外角に送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、空振り三振、スイングアウトの三振。2回が終了しまして1対1、高校チームこの回1点返して同点としています。先攻チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは投げた、パームはボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、低めの球空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、打ちました、
抜けた、ボールは中継、ヒットを放ちました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。第1球ボール、第2球投げました、ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、ボール、カウントは3ボールノーストライク。投げました、4球目ストライク。第5球投げました、決まった、ストライク。さあ6球目投げました、打ちました、ショート左へのライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッター第1打席はショートフライに倒れています。第1球投げた、外れた、ボール。第2球ボール、インコース低め、いいところですが外れています。カウンター2ボール、内角見送ってストライク。さあ4球目打ちました、ボールを取る、二塁へ送る、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対1、現在同点です。高校チーム、この回は上位打線から始まります。バッターは今日の第1打席はスイングアウト、投げた、ボール。第2球投げた、変化球ストライク、低め。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、ボール。バッターよく見ました。第2球投げました、内角へストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げました、4球目ストライク。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、あっと左中間、どうだ、これはヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、バッターランナー2塁でストップ、ツーベースヒット。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番、この後に控えているのは初球見送ってストライク。第2球投げました、ボール、内角低め、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、ライジングキャノンボール、内角へ、ここはよく選びました、カウントは2ボール1ストライク。次は5球目投げた、ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるバッターはネクストバッターサークルには、低めストライク、タイミング合いません。第2球投げた、インローへ、変化球外れてボール、カウント1ボール1ストライク。第3球はボール、バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク。セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ。投げた、ライジングキャノン空振り、伸びのあるストレート、追い込んでから投げた、流し打ち、ファール、セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第6球を打ちました、ライナーだ、ライトバックホーム、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています、満塁のチャンスにバッター、高校チーム、最悪でも犠牲フライが欲しいところ、アウトコース低めストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから打った、レフト線くるっと打球が上がっていきますが抑えた、スタートを切った、ボールは中継、レフトへの犠牲フライ、高校チーム1点リードに変わりました、2対1。バッターは7番、第1球投げました、初球を打った、ピッチャー返し、そのままベースに入って3アウト。ホットモットフィールド神戸からお送りしております。3回まで終了しまして2対1、高校チーム1点勝ち越しです。ゲームは中盤戦に入ります。バッター、今日2度目のバッターボックス、第1球投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは
最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第1球投げました。初球空振り、少し迷ったか。第2球打った、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト。これで2アウト、ランナーありません。そして次のバッターは第1球投げました、外角低め、パーム外れたボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、センターからセカンドへ、ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。バッターは切り札、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。タッチはセーフ、肩越しにランナー見た、初球から打ってった、ショート正面、二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー残塁に終わりました。4回の表が終わって2対1、高校チーム1点リードは変わりません。4回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球ライジングキャノン、空振り、伸びのあるストレート。第2球投げた、またも空振り、タイミング合いません。追い込んで投げた、打ったいい当たりだ、抜けた、ヒットを放ちました。バッター、これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、カットボールはボール。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、外角高め、際どい球、ボール。カウントは2ボール1ストライク、投げました、打ちました、ライナー、ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。バッターはトップに帰って、今日はフォアボールと三振。第1球投げました、初球外れてもこれは完全なボール球、投げました、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げました、外れた、ボール。慎重に攻めてきます。カウントは3ボールノーストライク、投げた、アウトローへストライク。さあ投球は5球目、空振り、少し迷ったか。第6球を投げた、打った、破った、レフトバックホーム、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。ノーアウト満塁となりまして、今日は三振とサードライナー、投げた、ストライク。第2球投げた、ボール、わずかに浮いています。カウント1ボール1ストライク、投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、ボールを掴んだ、1塁へ送る。高校チーム1点入りました。バッターは3番、これが3度目のバッターボックス。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、このボールも空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、ボール、外角へ。カウント3ボール2ストライクです。第6球は打った、痛烈な当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました、ホームイン、レフトへの犠牲フライ、高校チームさらに1点追加、4対1。バッターは4番、第1球投げた、ボール、膝元外れます。
投げた、ムービングファーストはボール。慎重に攻めてきます。カウントは2ボールノーストライク、見送ってボール。カウントは3ボールノーストライク。ここは歩かされます。降板、切れ味抜群の変化球投手、これが12試合目の登板。今日2本のヒットを放っている。第9投げた、外れたボール。ここはよく選びました。さあ次の投球、投げた、見送ってボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。第3球は打ちました、取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして4対1、高校チームリードを3点としています。5回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッターは第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから、第2球投げました、打ちました。追い込んで投げました、ボール。1球外してきました。第4球を投げました、ボール。カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目、打ちました、セカンド左横のゴロ。セカンドから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球ナックルカーブ、空振り、少し迷ったか。初球空振りから投げました、打ちました、ピッチャー返し、ヒットを放ちました。続くバッターは第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りからボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、ここで盗塁を許してしまいました。次は4球目、投げた、低め、外れてボール。カウントは3ボール1ストライク。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投球これから5球目、打った、ボールを取る、アウト、ツーアウトランナー三塁に変わります。打順は1番に帰って、今日は三振とショートフライ。第9打ちました、初球打ち抜けた、先行チーム点差を2点に縮めました。バッター、今日はショートフライとセカンドへの併殺打。第9ランナースタートを切った、ボールを二塁へ送った、盗塁を許します。ここで盗塁を許してしまいました。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、センターバックホーム、ヒットを放ちました、初安打。ツーアウトランナー一塁三塁となりました。高校チームピッチャーを交代します。マウンドを降りまして、ルーキーの、これが29試合目の登板。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9ランナー走った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。今シーズン6個目の盗塁を決めています。投げた、決まった、ストライク。投球は3球目、投げた、ボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。第4球は打ちました、当たり、そこでのセカンドゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって4対2、先行チームこの回1点を返しています。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは今日はセンターフライとレフトへの犠牲フライ。初球空振り、第2球打った、センターへ上がった、掴
見ました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター切り札、第9球投げました、外際どいボール、第2球投げました、アウトロー際どい球ボール、カウントは2ボールノーストライク、投げました、3球目空振り、第4球を投げました、4球目空振り、追い込んでから第5球投げました、打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。そして続くバッターは第9球投げた、打ちました、引っ掛けた、掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム結局三者凡退、無得点に終わっています。前半が終わりまして4対2、高校チームこの回0点に終わっています。試合は後半6回に入ります。バッターは今日はセカンドゴロとピッチャーゴロ、第9球投げた、これは引っ掛けた、ファウルボール、第2球投げた、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、低めボール球打った、ショート左への打球、ショートから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、第9球初球空振り、第2球これも空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、高め、空振り三振、見事なピッチングです。バッター切り札、今日はファーストゴロとショートゴロ、投げました、変化球ストライク、アウトローへ、第2球投げました、低め外角ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げました、ボール、わずかに外れました、カウント1ボール2ストライク、投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク、次は5球目、打ったに当たりだ、抜けた、ボールは中継、ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。第9球インコース高めいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、ボールは中継、ヒットを放ちました、初安打、先ほどヒットを放っている。第9球外れた、ボール、振り返って二塁牽制球、二塁タッチセーフ。第2球ストレートはストライク、第3球は3球目ストライク、追い込んでから第4球を打ちました、あっと引っ掛けた、取りました、これでスリーアウト。踏ん張ってランナー2人残塁、6回の表が終わって4対2、高校チーム2点リードは変わりません。高校チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは投げた、初球ドロップ空振り、第2球投げた、ボール、ここはよく選びました、カウント1ボール1ストライク、投げた、低めギリギリいっぱいストライク、追い込んで投げた、高め外れてボール、平行カウント、次は5球目、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。バッターは第9球投げた、初球を打ちました、1・2塁間へ、ここはファインプレーに阻まれました、2アウトです。バッター、今日4度目のバッターボックス、第9球投げました、見送ってボール、バッターよく見ました、投球これから2球目、ドロップはボール、膝元へ、カウントは2ボールノーストライク、投げました、インサイドストライク、投げました、ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、ストレート、空振り三振。ホットモットフィールド神戸からお送りしております。中盤まで終了しまして4対2、高校チーム現在2点をリードしています。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは第9球
インハイの直球はボール。さあ次の投球、投げました、ストライク。第3球を投げた、打った、強い当たり、さらに伸びていく、チーム1点返しました。素晴らしい一発が出ました。バッターは今日はここまで3打数1安打1三振。第9球ボール。第2球変化球、ストライク、アウトコースへ。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター今日はここまで3打数1安打。第9球ボール、これはわずかに外れています。第2球投げた、ストライク、少し迷ったか、投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、パーマーストライク、タイミング合いません。投球これから5球目、打った、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター今日はホームランを打っています。第9球投げました、打ちました、鈍いゴロ、取った、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって4対3、先攻チームあと1点を追いかけます。降板、マウンド上ピッチャーはこれが17試合目の登板、ピッチャーのに変わりまして、7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃。バッターは投げました、初球を打った、これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター第9球投げました、ストライク。第2球投げました、これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。投げました、ストレートはボール、アウトコース高め、カウントはツーボールワンストライク。落として空振り。投球これから5球目、ボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた、打ちました、ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター今日はここまで3打数2安打。投げた、アウトロー、ボール。第2球投げた、大きなスイング、空振り。投げた、打ちました、いい当たり、右中間へ大きい当たり、ヒット、打ったバッターは一塁圏で二塁へ、ボールは中継、ツーベースヒットを放ちました。これで今シーズン8度目の猛打賞となります。右バッターボックスは6番、これが4度目のバッターボックス。第9球投げた、縦のカーブ、ボール、まずは外。第2球投げました、2球目ストライク、2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。5球は3球目、縦のカーブ、ボール、2ボール1ストライク、バッティングカウント。第4球を投げました、4球目ストライク。投球これから5球目、アウトコース低め、ストレートは外れてボール、ここはよく選びました。カウント3ボール、打ちました、センターへの打球、がっちりと掴みました。2アウト2塁のチャンスでしたが得点を挙げられませんでした。7回の裏が終わりまして4対3、高校チーム得点差はわずかに1点です。8回の表、1点を追いかけます。先攻チーム攻撃に入ります。バッター今日はここまで3打数ノーヒット。高校チームピッチャー交代です。マウンドを降りましてルーキーの
これが17試合目の登板。第9球投げました。初球縦のカーブは空振り。さあ次の投球投げました。打った、掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、今日はここまで3打数2安打1三振。第9球投げました。初球外れてボール、はっきりしたボール球投げた。2球目空振り、タイミング合いません。第3球はボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。投げた、空振り。第5球投げた、縦のカーブ、ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投げた、打ったに当たりだ。ボールはライナーに右中間へ、ヒット。ボールが点々と転がっている。ボールはセカンドへ。いいバッティングを見せました。これで今シーズン9度目の猛打賞となります。ランナー1人を置いて迎えるバッターは、今日はここまで3打数1安打、二塁タッチはセーフ。第9球外角低め、見送ってストライク。さあ次の投球投げた、打った、ボールを掴んだ、一塁へ送る、記録はヒット。いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。高校チーム内野陣はゲッツー体制。初球空振り、投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、センターへのフライだ。センター下がった、掴みました。ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。バッターは8番、今日4度目のバッターボックス。第9球投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、低め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球はボール、慎重に攻めてきます。カウントは3ボール1ストライク。2塁タッチセーフ、投げました、打ちました、ファール。第6球をランナー自動的にスタート、三振。見事に流れを断ち切りました。高校チーム、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。降板左の、これが29試合目の登板。に変わりまして、8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは切り札、投げました、打ちました、余裕があります。ファールグラウンド、ボールをつかみました。バッターは、これが4度目のバッターボックス。第9球投げました、アルボー。先行チーム、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。高め、ボール球打った、取った、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。次のバッター、第9球投げた、初球空振り、初球空振りから第2球投げた、高め、外れてボール。バッターよく見ました。カウントは1ボール1ストライクです。投げた、3球目空振り。第4球を投げた、ライジングキャノン、見逃し三振。下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回までが終了しまして、4対3、高校チームこの回無得点です。さあいよいよ9回に入ります。バッター、
高校チームピッチャーを変えてきました。マウンドを降りましてルーキーの最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。第9投げた初球はストライク。まずは決めてきました。投げました。外角高めボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。さあ4球目打った。ピッチャー返し、ヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッター第9、直球見送ってストライク。伸びのあるストレート、初球ストライクから打ちました。ボールを取る。二塁へトス。二塁アウト。一塁送球。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。高校チーム内野陣はゲッツー体制。スタート。二塁送球はどうだ。タッチアウト。ツーアウト。これでランナーなくなりました。第2球投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球カットボールはボール。カウントはツーボールワンストライクです。投げました。打った。流し打ち。ファールボール。追い込んでから投げました。インコースいっぱい。見逃し三振。高校チーム1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対3、高校チーム僅差で勝利しています。勝利投手は、敗戦投手は、そして西武は、実況担当は堂前秀夫でホットモットフィールド神戸よりお伝えしました。
Yeah!